はい、あれからね1週間経ったんですけども、この水草なんですけども、こちらのね水草はね、ちょっとね成長してるんじゃないかなと思っております。ちょっとね茎の方もね少しはね太くなってきたと思っております。ところがですね、こちらですね、この辺のこういうとこ、こちらのね水草もうねだいぶこっち見ていただいても分かるようにね、もう茶色になって、いかにもねもう完全にねだいぶダメになってきております。でこのようにねすぐにねちぎれてもう浮いてる状態になってきたので、やっぱりねこの水槽の中ではこちらのね水草は合わなかったみたいですね。こちらはね綺麗に成長してくれてるんですが、こちらですね、こちらの水草とこちらの水草、そしてこの上にね浮かしてる水草あるんですが、もうこれはねちょっとね一応別の水槽の方にね移そうかと思っております。あとはこっちですね、この辺の水草もうこの辺もね茶色くなってきてダメなような感じになってきております。ということで今からねもうこのね水草をねもう外してしまいます。そしてこの水草です、この水草だけですね置いとくのは。あとはもうねこの浮いてるとこ全部ね取ってもらって、あとは綺麗にしてみたいと思います。ということで1週間ね経ったらこういう感じですね。こちらの水草の方は成長してくれてるんですが、他の水草はねもうだいぶね傷んできてダメになってしまいました。ということでこちらのね水草を外してまたね他のね水草があれば入れてみたいなと思っておりますけども、まあいろいろとね水槽の中もね楽しんでのんびりとやっていきたいと思っております。ということでこういう感じでした。1週間経てばねだこんな感じになってしまいましたね。ということでまたいろいろなもの頑張っていきますんで、どうぞよろしくお願いします。